どうも皆さんこんばんは。オオカミのチャンネルへようこそ。本日は青木茂ノットインクルードロケット作り目指していきたいと思います。さて現状ちょっと一回止めよう。止めて落ち着いてみるのもいいですねって言われたこともあるので遠慮なく止めたいと思います。チェックチェック、パイプ詰まりのチェックで、石油が来てるかチェック、あとはここ卵1個できたからね。また生まれるかな。繁殖21だからね、どんどん産んでほしいね。あ、これちょっと待って、もう蒸気ほとんどないね。まだちょっとある、若干混ざってるぐらい。まだもうないに等しいけど、まあ一回全部出しちゃう、蒸気。とりあえず。もうないでしょ。もうないね。止めようか。あ、まだ若干 95g もあるけど、止めよう。どうしたらいいかな、これ。一回無効化にしとこうか。そして何かあったら困るから。で、そろそろこれを、場所を変える準備もしないとね。蒸気って上の方に溜まるみたいで、こう見てたら、こう気づいたんですよね。それで一回ここに2つ作ってたけど、上の方に吸って、上の溜まった蒸気を、あれ移動したら、ちょっと待ってこれ、向こう側も抜いてくれないとさ、これ移動した時にさ、蒸気が出てくるんだけど。ということは、これを一回解体し、それで作り直そう。ここ耐えられないのでちょっと使ってますね。ここもいける？あ、ここもいけるね。で電力で鋼鉄を使ってて、あーでこれをつないどいてあげて、これをこうして換気パイプをこうつなぐと、よし。あ、電気なさそう。ないでしょう電気。ここを止めるとすぐなくなるな。あー減ってきてるね。食料がちょっと厳しいかな。あ、これどうなったの。ここ直してくれないと分かんないんだよね。これ直してほしいな、早く。修理屋さんいないのかな、うち。プランターもちょっと結構頑張っていかないと危ないな。もうそろそろ止めた方がいいんじゃない。気圧危ないね。解体しちゃおうか、一回。ここ直してくんないかな、早く。冷却液見たいな。汚染水が本当にすごくいいならそれを使いたいんだけど、どうでしょう。修理遅いな。修理遅いね、みんな。修理遅いんだけど、処理する気ないでしょう。鉄から鋼鉄、石灰がないって言われてる。なんで。もう全部使い切ったの、もしかして。石灰って消費、あ、石灰ない、ゼロだ。石灰先に作んないとダメじゃない。これゼロにして、石灰、あと何から作れるの。石灰、化石、38トンあるんだ。結構使った方がいいんじゃない。50ぐらい、50、60、70、1回60ぐらい攻めてみる。よし、なるほどね。石灰もないんだ。さて、あとは
問題点は今のところない。ないね、ないね、本当にないね、ないね、電気ないぐらいです。よし、ということで部屋を増やしたいと思います。さて、ここからは銅がもうないんだ。なるほど、厳しいね。金アマルガムもなくなってきてるし、まずこうして、これどうしようかな。ここのこれ下から抜いちゃおうか一回。全部ここの石油は抜きたいと思います。よし、まあ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 、石炭の作りが、ああもう17サイクルで止まっちゃうんだ。これ二酸化炭素なくなったらどうしようかな。どうしよう、二酸化炭素どこにあるんだろう。700度の二酸化炭素とか困るしな。やっぱこの生活用品の二酸化炭素早めに使った方がいいかな。あ、すごい改善されてる。ちょっと待って、オムレツ、へえ、久々に見た気がする。普通プラス2、まあ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 、天気もいいかな。はい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 、微妙だね。どうですかね、この辺。これでまた生まれるんじゃない。 46%。 はいはいはい、はしごが足りないのね。で、採掘、採掘、蒸気ってすごい邪魔だな。あ、移動したら、移動するたんびにあれか、この外の蒸気で全部来ちゃってるんだ。すごい迷惑。あ、しかもここ塞がさってないから漏れてくるんじゃないこれ。ちょっと待って、これ解体してさ、閉じ込めない、とりあえず。ここ行かないでしょ、一回閉じ込めない、この辺全部。これで完全密封じゃない、とりあえず。よし、これで OK、 悪くない。で、二酸化炭素の後々のことを考えないといけないから、さて二酸化炭素どうしよう。どうしたらいいかな。こっちから持ってくるの遠いんだよね。二酸化炭素どっかに、どうしようかな。
かったな。どこから二酸化炭素を集めてこよう。二酸化炭素を出す装置とかないか。装置、いや装置に頼るのよくないよな。部屋の配管を見ればわかるかな、二酸化炭素。あー、やっぱり居住区が一番多い感じだよね。そうだよね。まあとりあえずこれ止めよっか。どうしようかな。ちょっと待って、これさ、二酸化炭素この辺に出してるよね。もったいなくない？わかったわ。わかったわかった。一回止めさせて。これさ、そう、これもなんか、どっかで、いつか書いてあったんですけど、結構前かもしれないけど、1ヶ月とか。気体は貯めれますよって言ってたんだよね。気体は貯めれる？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 いや、自動化とかはよくわかんない。貯めれる？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 これか。これも温度制限あるんだ。なるほど。ということはこの温度72度、63、72度、ここで貯めたらいくらぐらい、72度超えないかな。これ作って金アマルガムで作ったらいくつぐらいになるの。プラス50だから、ああ十分か。あ、ここに貯めればよくない。これ電気使う？使わないわ一応。多分大丈夫。よし、今からちょっと二酸化炭素を貯めていく作業も、先のことも珍しく考えたいと思います。はい、それでは本日はこの辺で、次回ですかね、終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。おかみでした。アディオスアミゴス。またね。